次に石石石橋橋橋君君のの質疑を行います石橋道博君、えー、立憲民民主社民の石橋道博です、えー、今日はあの集中審議ということで、総理、ご出席いただいております。あの3月6日にもあの集中審議で総理といろいろ質疑させていただきましたが、あのそれを受けて、さ、え、ら、ー、問いも含めて、今日あのしっかり議論させていただきたいと思いますので、総理、よろしくお願いいたします。えー、っとまずは 放送法の政治的公平の解釈問題について、改めてこの場で質疑をさせていただきたいと思います。総理、この問題は、3月3日の本委員会で、わが会派の小西博之議員が総務省から提供を受けた78ページの行政文書、これによって、当時、平成27年、26年から27年に、総理もこの場で答弁をされた、 当時、まあ、権限がなかったはずの、首相でもなかったはずの首相補佐官が、まあ、総務省と類似のやり取りをされて、放送法の政治的公平の解釈にかかる一連のプロセス、そのやり取りが生々しく明らかになったという文書でありました。あの我々は、あってはならないことが当時、起こったのだということで、 それをやはり正さなければいけないということでこの間議論させていただきましたがちょっと金曜日の総理答弁を聞いてもまだ少しこの間の三週間のプロセスをご理解いただけてなかったのではないかと思いますのでそこも含めて確認をしておきますあの総務大臣にご出席いただいております総務大臣改めてこの三週間近くかけて総務省の方でこの七十八ページの行政文書として確認をされた一連の手続き その中で、とりわけ磯崎当時首相補佐官が関わったあプロセス、まあ、あの最初に総務省からこの解釈についてのレクを要求されて、その後、解釈について、るる協議をこだわれたという一連のやり取りが、この行政文書によって、えー、明らかにされたわけです。その、まあ、正確性の問題について、えー、本当にあの総務省の担当の皆さんにご努力をいただいて、関係者からの聞き取り等を含めて、 対応いいたただいてきた結果が本予算委員会にも提出をされて、理事会でしっかりと与野党で確認をさせていただきました、総務大臣、この磯崎さんが関わられた一連のやり取りを記したこの行政文書については、まあ、中身の一部に記憶がないとか、記憶が若干正確ではないとか、そういった問題は残されているにせよ。 全体としての一つ一つの磯崎当時首相補佐官とのやり取りについては、これは事実だということが確認された、それでよろしいですね松本総務大臣、はい、今、委員からお尋ねがございました、磯崎元総理補佐官に関する文書について、総務省による聞き取りの結果といたしまして、磯崎 元補佐官ご自身から総務省に対し、放送法の解釈について問い合わせを行い、何回か意見交換をしたのは事実との回答がございました。当該文書において、補佐官とやり取りをしたとされる総務省職員からは、補佐官から放送法4条に関する問い合わせがあったことや、補佐官から連絡があってからのやり取りがあったことについて、記憶がある旨の回答がありました。 このように、元補佐官から総務省に対する放送法の政治的公平に関する問い合わせの有無につきましては、元補佐官と総務省の間で面談ややり取りがあったことを確認をしたところでございます石橋道弘君。総理、お聞きいただいたとおりなんです。もう確認されたんです、そのことは。ですから、今回の行政文書は、間違いなく当時、権限のなかった、その所証でもなかった、官邸におられた。 崎首相元首相補佐官が、総務省の放送法の行政、あのこの政治的公平の解釈について、それをまあ当時、官邸でまあご都合の悪い番組とか、キャスターとかおられたんでしょうね、当時も結構問題になりました、それに対して、やっぱりなんかえ圧力をかけたいなと思われたんでしょうかね、一連のプロセスでその政治的公平の解釈を歪めようという努力をされた一連のプロセスが、 明らかになったんです総理、あってはいけないことが起こった、これ絶対に許してはいけない、そう思いになりませんか岸田内閣総理大臣あの。磯崎元総理補佐官とのやり取りを含む、まあ、経緯については、まあ、総務省において関連する文書の精査を行い、 先週までに精査の結果を予算委員会理事懇談会に報告したと承知をしております。で、その内容、まさに今、総務大臣から答弁させていただいたとおりであります。総務,総務省として、えー、そうした内容をについて、えー、報告をしたと承知をしております石橋道博君。はいその中で今、私が聞いているのは、当時、元石崎首相補佐官が、 権限のない、訴訟でもない、総理、ここで答弁されたじゃないですか、権限もないはずの人だった、その方が、こうやって何度もなく、えー、総務省の担当者とやり取りをして、解釈の変更について、もしくは補充的質疑についてやり取りをされた、総理、だから、権限のない人がやっちゃいけない、あっちゃいけないことが起こった、そのことはお認めになりませんか岸田内閣総理大臣。 まず,まずあの、まあ、委員ご指摘のように、えー、総理大臣補佐官、えー、これはまあ政策を決定したり、行政各部を指揮監督したりする立場にはありません。あのーまあ、磯崎元総,務総理補佐官、まあ、当時、幅広い情報収集の一環として、総務省に紹介したものとまあ考えられます。 ただ、その場合でも当然のことながら、総理補佐官が総務省を含む各行政各部に対して指示をしたり、あるいは指揮監督を行う、このことはできないと考えます。えー、磯崎元総理補佐官からの問い合わせに関しては、当時、総務省が放送法を所管する立場から責任を持って説明を行ったものであると認識をしております。 石橋道博君、えー、違うんです。総理がまさに今おっしゃった磯崎さんが指示をしたり、そして指揮監督をした、まあ、俺と総理が決めるんだと、当時断言をされた、圧力恫喝をされたプロセスまでしっかりと記録をされております。総理、お読みになってない、そのことは何度も指摘をしています。ですから今の総理答弁は違うんです。明らかにに首相補佐官が権限もないのに 少々もないのに、当時の総務官僚たちに、まあ半ば、これ、文書言えば同う喝とも思える、ええ、そういう発言で、それを支持したわけです、総理、今のご答弁からいけば、やってはいけないことを当時、元首相補佐官がやられた、そういう理解でしょ岸田内閣総理大臣あの。今申し上げたように、総理補佐官は、 この行政革議に対して指示をしたり、指揮監督を行うことはできないと考えています、そして今、委員のおっしゃるようなやり取りがあったわけでありますが、少なくともその放送法の解釈については、総務省が所管する省庁として、責任を持って解釈を行ったと認識をしております石橋道博君、えー。違うんです。 あの総理、本当にご覧になったのかどうか分かりません。今、総務大臣が先ほど、この場で答弁して確認をいただいた、一連のプロセスが、あの行政文書によって明らかになっています、その磯崎さんの一連のプロセスについては、確かにそういう事実があったことを、今、この場で確認をいただきました。とすれば、あそこに記してある、磯崎さんが指示をされた、半ば同う喝をされた、そして結論に持っていった、そのプロセスが示されているんです。 総理、そのことは受け止められるべきです。受け止められて、それを正さなければ、総理大臣としての責任は果たせないのではないでしょうか。こんなこと二度とあってはいけないというのが、われわれの訴えなんです。岸田総理、こんなこと二度と起こしてはいけないと。官邸が自らに都合の悪い、そういった放送番組とか、キャスターとか、そういった人に圧力や恫喝をかけるために、放送法を歪める、こんなことは絶対にあってはいけないし。 金輪やらせてはいけない、そのことはここで明言いただきますね岸田内閣総理大臣。あのえー、と先ほど申し上げたように、総理補佐官という立場、これは行政各務に対し指示をしたり、指揮監督を行うことはできないわけであります。しかし、い、えー、ったやり取りがあった、これはあの、えー、総務大臣から報告があったとおりであります。しかししか歪めたとおっしゃいますが 放送法の解釈そのものについては、総務省、所管する総務省が責任を持って解釈を行ったと理解をしておりますし、その解釈は一貫していると理解をしております石橋道弘君あの。重ねて総理、圧力を元首相補佐官が官邸の立場で、そして総理のお名前まで出して、 そして圧力をかけたということが明らかになった、そのことは総理、お認めになった方がいいと思います。お認めになった上で、こんなこと絶対に許してはいけないと、総理、もう一回聞きます。こんなこと絶対にあってはいけないし、金輪際やらせてはいけないし、岸田政権では少なくとも、こんな放送法の解釈を官邸が歪める、そういうことはないということは明言してください岸田内閣総理大臣。あのえー、総総理、補佐官。 は、えーまあ、あの各行政行政各部まあ指示したり指揮監督することはできないわけです。えー、しかしやり取りがあったそれはその通りであります。えー、しかしこの放送法の解釈については所管する法、えー、総務省が責任を持って解釈を行ったと理解しております。まあ、いずれにせよあの、えー、こうしたやり取り が指摘を受けてまあ、議論になっているまあ、こういったことをまあ、考えますときに国民の皆さんや関連する事業者の声まあ、丁寧に聞きながら、まあ、信頼を得られるよう行政を行っていくことこれは大変重要なことでありますまあ、政策決定にあたって国民の疑念を招くことがないよう引き続き、えー、今の内閣において適切に、えー、取り組んでまいりたいと考えます 石橋道博君あの重ねて総理、当時、補佐官がやらせた、同う喝や総理の名前も出してやらせた、そのプロセスが明らかになった、これ、極めて重要な行政文書です、当時の総務官僚の皆さんはそらく、これをやはり何らかきちんと記録に残しておくべきだという職責で残されたんだと思います、それがようやく明らかになった。だから真摯にそのことを反省し 二度と起こしてはいけないという決意を、私は総理の口から聞きたかったのですが、それを最後まで逃げられるというのは、極めて遺憾です。うん、あのこれはぜひ国民の皆さんに、この行政文書、総務省が確認をいただいた文書、改めてお読みをいただいて、今の総務理答弁が果たして責任ある答弁なのかという判断はぜひいただきたいと思います。その上で 一連の磯崎補佐官とのやり取りについて、先ほど総務大臣答弁がございましたとおり、確認をされました。じゃあ、高市大臣が捏造と断じた、いまあ、未だに断じておられる4文書、これだけが捏造というのが到底考えられないのです。これ、一連のプロセスとして、えー、極めて重要な文書として確認をされております。 今回、総務省の聞き取りも、この高市大臣がらみの4文書についての聞き取り結果も、先週22日に当予算委員会の理事懇談会で報告をいただきました。資料の1、お手元に、その抜粋で整理をさせていただきました。あのこれも当時、磯崎さんとのやり取りに対応された総務省の担当者の皆さん。 そして当時、大臣にレクを行ったと記録のある関係者の皆さん、文書作成者の皆さん、もう皆さん、こうおっしゃってるんです。えー、レクをやって原案作成した。えー、当時、同席者担当者間で本件のやり取りや情報を共有して確認しながら進めていた、えー。しっかり作成してもらっていた記憶があります。放送法4条の解釈という重要な案件を大臣に報告していたいというのはありえないと思う。 大臣レクが存在しなかったというのは認識しにくい、えー、磯崎さんとこちらはその前に高市大臣へのご説明と了解が得られることが大前提であるとの認識で動いていた、るるこういう証言を、今回総務省は当事者の皆さんから確認をされて、予算委員会理事懇談会に責任ある形で報告をいただいております。大臣レクはあった、大臣にレクは行っていた。 当時大臣に言っていないとは考えられないこれが関係者の認識なのです総理これだけ当事者関係者が今回総務省のしっかりとした調査結果として報告を受けておりますレクはあったんです捏造なんかなかったんですそのことが報告をされているわけですから総理この結果もお聞きになっていると思いますがこの結果をお聞きになって総理 総理大臣としていかに受け止められますか松井高市国務大臣いや,いや後で聞くんですよ後で聞くんですよ園長のご指名ですからお答えさせていただきますあの今石橋委員がお示しになった資料でございますが関係者 abc これは当時の情報流通行政局におられた方だけの証言を抜粋しておられます。大臣室側のヒアリング、そして私に対するヒアリングは出ておりません。そ,その上で申し上げますけれども、あのまあ、放送法の解釈については、まあ、後ほど総務大臣が答弁されるべきものではございますけれども、あのこれ、本当にですね、 正確なものかどうかということは、3月1日に小西委員から夕方ですね、私への3月3日の質問通告としていただきました、私に関連する4文書について、正確性を確認するべきだとあのいうことでしたので、そこを拝見した結果ですね、私はまあこの時期にこういったもので、私や安倍総理の名前が使われた経緯が どういうことだったのかっていうのは瞬時に理解いたしましたし、文書に、総務省の報告に名前が出てきている以外の総務省職員にも私は複数確認をいたしました、まあ、その結果、まあ、この文書が差し込まれたということについては、あのよくよくその事情は理解いたしました。 そしてまた、この記録者とされて、あの3枚は作成者不明でございますけれども、でも1枚は記録者が入っております、でもその方々、そこに書いてある方々についてですね、法的な問題はないと、もうすでに控訴時項も過ぎていると、まあ、そういったこともしっかりと確認をした上えで、私は答弁をさせていただきました。 はい、それでは、岸田内閣総理大臣、はいはい、あのまず、えーと先ほど、先ほども、えー、と質疑の中に出ていた、あの22日の総務省における政策結果、これ、その中で、高市大臣に関連する行政文書については、その、えー、と政策結果によれば、 高市大臣に関する記述について、関係者の認識が一致していない点がある、えこうした政査結果、えーと、総務省から提出していると、まあ、承知をしております。よって、その点について、まあ、高市大臣として、えーまあ、真摯に説,説明をしてもらうことが必要であると認識をしております石橋光弘君。 あのこれまた総理、あの報告書をきちんとお読みいただければわかると思いますがあの、正確性云々は記憶にない話なんです。記憶にない、ね。でも記録はあるんです。記録にはあるんです。で、それを、その記録を作成された官僚の皆さん、この資料の位置にあるとおりなんです。皆さん、責任を持って残されているんです。で高市大臣がおっっしゃったののは、まあ、当時の 参事官、秘書官のことだと思われますが、あの高た大臣、実はこの場で、この2人に直接電話で確認をされて、絶対にこのレコはなかったと2人は言っているという答弁をここでされたのですが、総務省の聞き取りに対しては、絶対なかったという発言はないんです、ないんです。絶対発言、絶てなかったというような発言をしたかどうかの記憶がないと。 いやまあちょっとこれ、つい最近の話なのでね、お二人とも揃って記憶がないというのは極めて不自然なのですが、少なくとも絶対になかったと言いましたという発言もないんです、ないんです、総理。総理はどちらを、これ、総務省の当時、磯崎さんに対応されたこのお三方、局長も含めてのお三方のこれ、聞き取り結果の報告です。その方々が 責任を持って行政文書を当時残しています。その行政文書に残っていたこと、これはおおむね事実です。ということを表現をされております。それを総務省の皆さんが日夜、本当に苦労されて、今回聞き取りをされて、責任ある形で予算委員会に報告をされております。総理、それを信じないのですか。それを否定をされるのですか。それを否定されないのであれば、それを信じていただくのであれば、これは捏造ではなかった。 として結論付けるのが自然だと思いますが。がいかがですか。じゃあ、ゃあ岸田内閣総理大臣、はい。あのまあ関係者に対して、えー、さまざまな調書、まあ、を行ったということで総務省としてまあ政策結果22日にまあ委員会に提出したと承知をしています。えー、ご指摘のようにさまざまなまあヒアリングを行ったまあその通りだと思いますが。 結果として、総務省としては、えー、この関係者の認識が一致していない点がある、えー、こうした、まあ、精査を、えー、示していると承知しています。私としては、その総務省の、まあ、精査結果があー、結果について、えー、承知しております。その上で、えー、そのに、えー、一致していない点について、えーえー、真摯に説明、えー、対応してもらいたいと考えているところであります。 じゃあ石橋道君、はい、あの重ねて総理、一致していないのは、8年前のことですよ、それはそうです、細かいところの記憶がないのです、そ,そこなんです、記憶がないから、えー、ちょっとここのところは正確なところは覚えてませんというの、そ,それが一致してないということなんです。でもここに3人の方、示されているとおり、お三方、一致してるんです、レクはあったと、レクはあったということが、もう報告されてるんです。 大臣あの総理これを否定されてしまうと総務省の調査もう一回やり直しになってしまいますあのこれは最終報告として我々出されてこれを理事会で受け止めこの審議に臨ませていただいています総理そのことはお認めにならないと先に進めませんあの総理三人のお三方これ当事者ですから当時磯崎さんとの対応された当事者そしておそらく大臣に励をされた当事者その皆さんが三人は揃って ここのの証言をされてていいいいまますすそととは総理重ねてお認めになった方がいいと思いますだから私たちは、捏造だというのは、これはもう明らかになかったし、この一連のプロセスは全体として明らかになったと理解をしております。総理、これ、これ以上、あの総務官僚捏造だと言って、罪人扱いをするようなこと、総理の閣僚に許してはいけないと思います。 当事者の皆さんは捏造反与ばわりをされて、今も誹謗中傷に苦しんでおられます。この場でそれを撤回しないと、いつまでたっても、彼らはそのレッテルを貼られ続けておられます。それが今の岸田政権、その姿勢なんでしょうか、そうではないとすれば、総理の責任において、それは責任を持って、この捏造発言は撤回させるべきではないか、総理のご答弁をお願いします。いや岸田内閣総理大臣 あのまず政府としては、総務省において精査を行った、その結果を国会に報告させていただいています。その中で、いいおっしゃるように、えーまあ、これ、私もあの、えー、その中身までは、えー、十分承知しておりませんが、3人の皆さんの言及、言及一致しているというご指摘でありますが、 これ,をこれ以外にも、さまざまなヒアリングを行った上で、全体として認識が一致していない部分があるというのが結論であったと、私は承知をしております、えー。そういった報告を総務省として行っていると承知しているからして、えー、認識が一致していない点があるならば、その点について、えー、よく 今度説明すするる必要があるこのように申し上げております総務大臣が手を挙がってますんですけれどもいい、補足答弁は。総理のの答弁をお聞きしたので簡潔にお願いします、はい、あの総理からお話を申し上げたとおりですが、総務省の精査結果として、今お話がありました、いいえー、文書整理番号21の、えー、2月の高市大臣のレクトされる文書についてでありますが、えー、関係者の数名については、今、委員からご指摘のとおりでありますが。えー え加えて、記憶がないと申した者も,もおりましたが、なかった、あったとは思わないと申した者も,もおりまして、えー、複数の関係者がなかったという認識の方もいらっしゃると考えられるところから、えー、関係者の認識が一致してないというふうに申し上げたところでございます。えー、これまままでも申しし上げてまいりましたが、えー 総務省の行政文書が国会での議論に付されてえ精査が必要となり、えー、確認できなかったことについては,はだ遺憾であると申し上げていたところでございます石橋道博君はい総理今総務大臣答弁を聞きいただいてお分かりだと思います熱情じゃないんですれくはあったんですれくはあったその中身の記憶違いとか云々そういう話を今総務大臣もされている熱情じゃないんですななかったことがあったことではないんですあったことなんですそのことを 未だに認めておられないことが極めて問題だということを私たちはきちんと先ほども通りに申し上げましたまあ、総理まだ中身をちゃんと見ておられないということで先ほど少し答弁がありましたので中身をご覧いただければ今の総務大臣答弁も含めてお分かりをいただけると思います重ねて総理これ内閣の姿勢です今日は岸田内閣の政治姿勢の話ですから 基本姿勢の話ですから、あのその意味では、これ、しっかり正していただかないと、政治への信頼、岸田内閣への信頼、行政への信頼、官僚への皆さんの信頼、これをすべて失墜させるような、そんなことは、岸田総理、許してはいけないと、そのことは強く申し上げておきたいと思いますし、あのこれ、まだまだ我々、えー、今の問題、あの追及していきたいと思います。あの、高市大臣がこれを撤回されるまで、あのこれは今のような状況が続いてしまいますので、 岸田総理の責任追及も併せてさせていただきながら、この問題、しっかり今後も問題追及をしていきたいということを申し上げて。